お迎えに上がりました姫。どちら様かな。失礼いたしました。僕は円卓会議11ギルドの一つ、ログホライズンを率いるシロエと言います。同じく海洋機構ミチタガ。 DDD クラスティ。クラスティ様、何の用ですかな。私は今レイネシア姫と大事な話を。僕たちもその件でここに。姫様に不手際があったそうですね。の倉庫の手配を頼まれてたのに、その書状をなくしたとか忘れたとか、まあとにかくぼかしてトラブル発生と。困りましたね姫様。積み荷には食料品や香辛料も多いとか、放置しておいたらすぐにダメになってしまう。本当に困りましたね姫様。シロエ様、何もそのような。円卓会議とやらはこの秋葉の町の代表とか、そして同盟を結んでいるイースタル筆頭領主の孫娘の不手際となると、その責任も当然取っていただけると。円卓会議は関係ありません。この件はあくまで私の。マルベス卿からの招状なら円卓会議に届いている。そんなバカな。これは私のサイン。どうしました。まるで本当は書状など出していなかったような驚きようですね。ではあの書状はおそらくシロエ様が。書状のことはともかく、倉庫は準備はできておるのか。その円卓会議の公営倉庫はもういっぱいというお話で。我が船の積載量は500トン。それだけの物資を搬入でき、温度管理ができる倉庫がすぐに用意できるとでも。どうかな道高君。確かに倉庫はいっぱいだの。円卓会議の持つ倉庫はな。だが俺たち海洋機構の所有する倉庫なら500トンが5000トンでも大丈夫だ。なんなら台車も貸そうか。では荷物をお運びしましょう。どうしたのですか。まさか積み荷はないと。全ては姫を陥れるための狂言だったと。失礼、つまらぬ冗談です。誇り高き神聖公国ウェストランデの貴族ともあろうお方がそのようなまね。気分が悪い。あの、今回のこと本当に。礼なら白江君に。こちらの件は物のついでです。それじゃあ参りましょうか。ついでとは言いましたよね。お迎えに上がりましたって。